だから大阪城2周してここ来てる。サバンナヤギさん、よろしくお願いします。サバンナギの営業マネはこちらです。でちょっと針なのかみんなね、こちら見ながらこう椅子をちょっと持っちゃう。クライアントの挨拶のためにテンション上げておく。上げておくんすか。だから例えばね、みんなはクライアントさんが思ってる芸人の像っていうのはこの像なんよ。最初に明るい。で普通に来たら怖ってなんだよ。あだからこれはもうあの学祭とか行く、まあ、営業行く時にはすでに作っておく自分自身を。なるほど、どうやって作ってったんですか。そのいやだから僕たちジム行って一回もう仕事モードやね。もう入ってる。ジム行って仕事モード。朝一とかの時ありますよ。8時集合。それ言ったら俺はもう5時でも行くもんね。すごいな。かっこいい。毎回ですか。毎回。それは俺なんかね、やっぱね、アドレナリン出してからじゃないと舞台立たれへんよね。いや怖い、ほんまに。ピンで400人いるとこをトレーニングしたんとようやらん。薬そうそう、コンビインタレーしてアドレナリンも出したマックスでいかんと、やっぱ飲まれるからお客さんに。今日もだから大阪城2周してここ来てる。すごい。ほんならなんか彼女と間違えて、もちもちって言ってる。落ち着こうぜ。森の宮で、あれ、ペッタンコ、あれ、あれ、ちょっと待って、ただ、気絶したー。今スターがね、もっと一緒に出てる。あ、マジでかっこいい。打たれるわ。ありがたやで、ほんまに。